はい、どうもー。ワドツでーす。ワドの威嚇臭い話へようこそ。これシリーズか。いや、ここで、終われないなっていう。やっぱ威嚇臭い話に終わりってないから。威嚇臭い話は永遠と続いていくでしょ。聞きたいでしょ、だって。俺だって話したいもん。威嚇臭い話。こんなに配信楽しいんだったら、威嚇臭い話続けないと。聞きたいでしょ？みんなも。みんなで一緒に威嚇臭くなろうよ。あいはどつー。みんなで威嚇臭い話で盛り上がってこうよ。もうこれシリーズ化していこうかな。和道の威嚇臭い話。いや、もう楽しくなっちゃってさ。いや、いろんなね、女性といろんなセックスをしてきましたよ。僕も。そりゃ、いろんなオナニーもしてきましたし。聞きたいよね。みんなもいいんだよ。俺のオナニー聞いてとか、俺のセックス聞いてとか、もうどん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 威嚇臭くしてこうよ、この枠を。どん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 威嚇臭くしよう。みんなで威嚇臭くなってこうぜ。いやー、楽しいね。なんで下ネタってこんなに楽しいんだろうね。最高なんだけど。でもさ、何なんだろうね。初めてのセックスってなんで失敗するんだろう。初めてのセックスってうまくいった人いる？男で。なんかさ、トラウマ級じゃない？俺、初めてのセックス未だに嫌だもん。すごい下手だった。っていうか、どうしていいかわかんなかったんだよね。天が使ったことあるに決まってるじゃないですか。何言ってんすか？ 俺、和道だよ。あるに決まってるじゃないですか。バチコイよ。俺は東京名器物語。天下はダメ。東京名器物語が一番気持ちいい。これマジだから。東京名器物語買って、本当に。あれは男にしかわからない喜びだから。で、東京名器物語を買ったのは俺13歳の時なんだけど、未だに売れてるから。同じ商品名で。実は天下じゃないよ。天下全然気持ちよくない。東京名器物語だよ。楽天市場じゃなくて、そう、ニコニコ市場に出ないの？東京名器物語。誰か検索して。いや、実はロングセラーだから。東京名器物語市場に出せない？誰か。ないのかな？これはマジですごいから。で、オナホール2みんな言うから。あ、ワド知ってるね。東京名器知ってんだ、みたいな。あれだよって。2じゃん、みたいな。俺一番最初に買ったのがそれだったから。天下はね、ダメだよ。とっくに使ってるに決まってるじゃん。俺ワドリスナーだぜ。いやいや、ワド2。初めてワド2って言いたくなった、俺。今、初めて俺、お前とワド2って言えた気がする。ありがとう。だよな。ワド2メロ。だから、彼女いない、彼女、俺は今彼女いるから、東京名器物語いらないけど、彼女いないのは、同じ女を愛すように、東京名器物語を愛してほしい。マジで検索してみんな、東京名器物語。マジで最高だから。あんないい女いねえから。メロンいらっしゃい。女なんだけど、天下の世界。あのね、天下はダメ。天下はスポンジなのね。ザラザラしてて刺激が強いんだよ。要は、若い子にはいいの。もうザラザラ感が、ローション塗ったあのヌメヌメ感とザラ、あのね、俺逆に言うけど、これね、これマジだからな。お前ら、もうオナニー止まんなくなるぞ。あのね、おしぼりにローションたっぷりついて、手こきしてごらん。ゆっくり。もう超気持ちいいから。おしぼりでオナニーめっちゃ気持ちいいから。これはね、なんだっけな、箱ヘルじゃなくて、お酒飲みながら抜くのなんて言うんだっけ？ピンクサロンか。ピンサロ行った時に、ピンサロっておしぼりでチンコ拭いてからフェラするんだけど、おしぼりの方が気持ちいいじゃんってなるから。おしぼりでチンチンしごかれんのめっちゃ気持ちいいじゃんってなるから。みんなおしぼり侮ったらダメだよ、本当に。で、天下はおしぼりに近いかな。どちらかっていうと。ただおしぼりの方がいいね。大丈夫か、この枠。おしぼりでオナニーは高、ローコストですよ。
コストパフォーマンスめっちゃいいから。うん、でね、東京名義物語は柔らかいシリコンなんだけど、構造がすごくて、要は、非貫通型と、貫通型と非貫通型っていうのがあるの。要は、貫通型っていうのは、その、口があって、入れるところがあって、貫通してるから空気が抜けるのよ。わかる？だから、ドゥルドゥル、ドゥルドゥルって感じなの。で、非貫通型っていうのは空気がしぼむから吸い付くの。ギューって吸い付くのよ。わかる？うん。綿タオルでもいいかな。俺はおしぼり。普通の、要はおしぼり。もうパチンコ屋とか、なんだろう、居酒屋とかで出す、あの布のおしぼりでいいと思う。で、みんないなくなったのはどうしたんだろうね。和道のイカ臭い話、聞いてないのかな。え、今何人ぐらい聞いてる？ちょっと、聞いてるリスナーさん手挙げて。今いるよって。和道のイカ臭い話の大ファンだよって。俺イカ臭い話聞きに来たんだけどっていう人手挙げ、全員。セブンティーンわかんないな。俺だからもう東京名義物語に出会っちゃったから、うん、メロンさんいらっしゃい、うん、ラスワクとか言うからルシさんいらっしゃい、特命さんいらっしゃい、特命さんいらっしゃい。そうだね、もったいないね。東京名義物語もっと早いうちに教えとくべきだったな。姉ちゃんいらっしゃい。あのね、なんだろうな。で、東京名義物語はあのね、パイ釣りとも違うんだよ、ね、パイ釣りの話もしたいんだよ。パイ釣りって、ザラザラしてるんだよ、みんな。知ってた？おっぱいって、すごくキメが細かくて柔らかいと思ってるけど、ローションつけたおっぱいって、サメ肌なんだよ、実は。あの、気筒って、ほら、粘膜、敏感な部位だから、気筒でおっぱいをこう、ズリズリってやってもらうと、あのね、サメ肌なのがわかるんだよ。有名なオナホなんだ。うん、検索してた。うん、みんないらっしゃい。ハルさんいらっしゃい。ルシーいらっしゃい。だからね、女の人はね、あんまりないからね。毛で？毛でってなんだろう。うん。うん。なんだろうな。でも、なんだろうな。質感系好きですね。質感が大事なんだよ。要は、あのね、でもね、俺ね、名器と当たる可能性高いんだよな。カズノコ天井とか、ミミズ千匹なんて、俺ね、ミミズ千匹とかカズノコ天井ってあんまいないって言うけど、すごい当たる確率高いんだよ。なんなんだろう。毛でザラザラなのかな？毛でザラザラなんじゃなくて、要は肌ってそういう構造なんだよ。だから女の人のきめ細かい肌でも、実は、逆さまにずりずりするわけだから、サメ肌なんだよ。うん。そうなんだよ。え？のんちゃんは若干数の子天井だね。若干、まあ女の人は自分じゃわかんないよね。のんちゃんは数の子天井です、うん。うん。そうだよね。女の人って自分の仲間、指入れないもんね。わかんないよね。うん。やたらね、名器に当たるんですよ、僕は、うん。なんだろう、女の人で俺、オナニーをおすすめするんなら、筆を、今すぐ、世界堂に行って、高級感のある柔らかい、太めの、毛並みのいい筆を買ってきてほしいね。で、こう、乳首をずーっと筆でな、撫で回しながらオナニーしてほしいかもしれない。筆にーだ。筆にーをしてほしいね。うん。筆、あのね、筆はエロいよ。俺は筆だと思ってるから、こう、筆で、そうな、女の人って難しいんだよな。両、ね。だから、そう、パートナーにこう、筆でこうやって、両乳首をこうやってやってもらいながら、こうやってやってもらいながらとか、こうやってやってもらいながら、濡れてない筆でもうずーっとサワサワしながらオナニーをしてもらいたい。うん。筆に。筆だと思ってる？筆ってでも気持ちよくない？絶対俺筆は女性的にありだと思うよ。筆で乳首
乳首とかいろんなところもこうやってやりながらオナニーしたら気持ちよくない？女の人。どう？絶対気持ちいいと思うよ、これ。うん。筆に。私もザラつきがあると言われたけど、なんだろう。ザラつきがある。だから数の子系だろうね、多分ね。したことないでしょ？ハッカー油、それは若いね、正直ね。フリスクあるけど、男が絶対やるやつね。フリスクあるけど、これで、フェラして。若い男が絶対言うセリフ。ミンティアあるけど、ちょっとこれ口に入れてみてくんない？これでフェラしてくんない？絶対言われたことあるでしょ？若い男に。なんか、ろくでもない男にさ。絶対言われたことあるんだよ、女の人は。俺も言ったことあるもん、若い頃。超若かった頃。ミミズ千匹もありますよ、ほんと。言われたことあるでしょ、女の人。フリスクでフェラしてって。だからもうハッカー油とかもそういうレベルの話をしてないんだよ、俺は。その次元にいないから。うん。指で筆の質感出せる男は上級者。俺はだから出せるよ。俺は出せる。うん。歯磨きの後。ああ、もうそういう若い話してないよ。うん。俺の、だから、フェラチオのレベルってどういう、友達と、そういう、下ネタ話すときは、いや、フィリピンにある、氷の、クラッシュアイスのフェラチオはやばいよ、っていう話。もうだから、フリスクとかの話なんかも、もうガキどもにやらすときゃいいんだよ。俺らは、フィリピンにある風俗っていうのは、クラッシュアイスを口に含んで、熱湯を口に含むんだと。それでフェラすんの。知らないでしょ。だからもうレベルが違うから、お前らとは。俺ティーチャーだから。うん。イカ臭い話させたらもうティーチャーだから。うん。うん、そういうフリスクとかはもう中学生だよ。うん。あと、すっげえエロいと思ったのが、女の子が超ド S の女の子なの。で、男をすっぱだかにすんの。もう、エロいディープキスとかしても、エッチなことサワサワしても、我慢汁全開の時に、ねえって、蜂蜜かけていいって言って、もう超ド S な女の子なのね。で、蜂蜜を体にダラダラーっていろんなところにちょっちょちょっちょかけるんだって。で、もう、要は、一切チンコにも触らない、一切本番行為もしない、フェラチオもしないで、ずーっともう、我慢汁状態で、2時間ぐらい体を舐め回されるんだって。で、女の子に美味しかったって言われるんだって。すげえと思ったよ。すげえって思った、俺。すげえって思った。もうド M の俺。羨ましいって。もうたまらんよね。もうずーっとトローンって蜂蜜舐めて超可愛い子にずーっと舐められてるんだって。ペローって。美味しいって言われながら。糖尿病になるぞ、その女。うん。糖分が。女の子はもう体を犠牲にしても糖分取りながらエッチなことしてるからね。俺だからそういうね、なんか我慢汁系が好きなんだよ。うん、射精させてくれないエッチが好きなの。最後はご褒美が欲しいの。最後は射精したいんだけど、それもう3日とか待てないの。でも2時間ぐらいずーっと我慢汁させたいの。うん。千葉の訛り出てきた？ごめんごめん。多分ね、俺今、エッチな話して本音が出てるから、千葉なまりが出てきてるんだと思う。なまってる今の俺。なまってる千葉なまりひどいかな。多分地元っぽい喋り方になってるかもしんない。今、千葉出てる？夜の新宿は面白くないよ、全然。何回もやってる。面白いこと起こんないから。うん、千葉なまりっぽいよね、うん。出てきてると思う、今は。うん今ね、我慢汁いっぱい出てる、俺。うん。うん。夜の新宿、治安いいっていうか面白くないよ、別に。柄悪いだけ。うん。うん。千葉結構、次分けやってますよ。もう、すごい香ばしい話してますよ。もう、イカ臭いですよ、この部屋。うん。スプラトゥーンってなんだろう。スプラトゥーン、ん？ゲーム？うん。なんかパソコン重くない？カクカクしてる？なんかパソコンカクカクじゃない？どう配信みんな。PTPT？ ぬるぬる？なんかすげえ固まってるんだけど。家賃6万。うん。どう？カクカクしてない？なんかすげえ重たいな。カクカクしてるよね。うん。
千葉の人はありがとうございます。音はどうなの？音はしてる？音。あ、治ったね。うん、音はどう？声は全く問題ない。PDPD してない。いやー、東京は高いっすよ。だってさ、こんだけ狭いアパートで6万だかんね。うん、音は OK なんだ。ありがとう。うん、西新宿のこの立地で6万は多分ありえないと思う。新宿の土地の相場知ってる人だったら6万安っていう。ただ、一般的に俺、成田だったらこの部屋多分3万2千円で借りれるんだよ。うん。成田だったら3万2千円とかだと思う。行っても3万6千円。うん。だから、新宿だよ。ここ。新宿の一等地だから、しかも。アクセス超いいところだから、しょうがない。うん。これでも6万探しまくったもん。もう3ヶ月ぐらい探し回ったもん。6万。うん。千葉なら 3DK。あ、6万は借りれるね、全然。だって俺、成田出身だよ。全然、千葉の相場わかるよ。うん。3DK 余裕で借りれるよ。西新宿って、ひろゆきが仮に借りてるボロアパートあるよね。あ、ひろゆきさん住んでんのどこだったっけな。あ、聞いたことあるよ。うん。どっか忘れちゃったけど。多分近くだと思う。うん。多分だからこの辺に住んでんじゃないの、ひろゆきさん。うん。ひろゆきさん一回会ってみてえなー。一回会ってみたい人、ほんとに。あ、そうだ、代々木に引っ越したの。あのね、もともと西新宿系だったんだよ。でも代々木に移行したの。あの奥さんとの、リークがあって。そうだ、代々木。そうだ、今代々木だ。でもあれでしょ、本ちゃんの家はフランスでしょ、今。いいよな、金持ちは。いや、なんだろう、今日楽しいわ、放送。今日楽しい。下ネタっていいよね。下ネタ、年取っても性の話できる。だから俺がさ、もともとリリー・フランキーとか目指してるから、三浦純とかオナニーの話とかセックスの話で盛り上がれるって俺の理想なのよ。セックスで熱くなったりできるのって。あの人たち下ネタをね、こよなく愛してるからね。住んでるんじゃなくて、西新宿に催促状を受け取る。あ、そうなんだ。成田寒いよ。なんでかっていうと、盆地だから。成田って、あのね、ちょっと低いところにあるの、盆地で。だから、なんつうんだろう、こう、くぼんでるんだよ。だからね、3度ぐらい違う。東京来るとマジであったかいの。2度、3度違うから。成田寒いよ。成田マジで寒い。うん、盆地なんですよ。だから成田に行くとヒヤッとするもんね。成田あるあるだね。結構寒いっていう。要はダミーの部屋を新宿に借りてんだ。要は住所の登録だけそこにしてんだろうね。すげえよな、金持ちでやるとかね。成田寒い。おいで。おいで。うん。うん。タバコ吸っていいよ。うん。千葉はね、そんな寒くないっす。千葉は東京と変わんない。うん。今日おまんこすんの。あのね、したいと思ってるね。うん。したいと思ってるね。俺は。でも、なんて言うんだろうな。最近ね、セックスにどう入っていったらいいのかちょっと忘れてるから、いいセックスの、かっこいいセックスの仕方を教えて。女の子がキュンってなるセックスの仕方を知りたい。リア充になったね、俺ね。
うん。女の子がキュンキュンするセックスの入り方忘れちゃってるから、うん、最近ね、フェラしてから始まるから、ちょっと男としてはかっこ悪いんだよね。うん、ちょっとフェラしてくんないみたいな、ドヤ顔で言う感じになっちゃってるから、ちょっとごめんね、フェラして、みたいな。うん。だからそれってかっこ悪いじゃん、正直。女の子キュンキュンしないじゃん。うん、どうしたらね、女の子がキュンってなるフェラじゃないか。後ろから抱きしめんのか。今日、じゃあそれから入ろうかな。うん。和道のポコチンクソ小さいから笑われるだろう。いや、どうなんだろうね。うん。赤ちゃんプレイっていうか、基本赤ちゃんプレイだよね。うん。ここ座れば。うん。大丈夫だよ。大丈夫だよ。いいよ。おいで。うん。基本赤ちゃんプレイだよね。うん、基本は、うん、トイレしてるときに突撃、うんうん、フェラするとき親指と小指でこうやってこうやってこうやって、うんうん、いや今ねすっごいエッチな話で盛り上がってたのみんなと、うん、いいじゃない別に、うん、赤ちゃんプレイっていうか基本的に俺甘えん坊だから、うん、彼女もすごい性欲だな赤ちゃんプレイ再現っていうかね、まあ、基本俺赤ちゃんが理想系だから、うん、基本赤ちゃんですよ僕。マスクした方がいいなとかマスクでもなんだろうね、マスクはあの美顔効果あるって言われてるよね。妖怪便利や妖怪人間ベラだすごいディスが来たね。ちょっと面白いな、それ。え、妖怪人間ベラかと思ったとか。気にしちゃったじゃん、かわいそうだろ。おい、やめろよ。ディスんなよ。ディスんなよ、うん。うん。そうだね、結構はっきりした顔だよね。うん。いや、性欲の話で盛り上がってたんだよ、今。セックスの話で。うん、でもさ、俺のセックスの話は俺がいくら言ったところでさ、そのリアリティがないわけじゃん。どうとでも吹かせるってわけじゃん。だから俺はよく思うんだけど、セックスの話は他人がした方が面白いと思うの。そう思わない？俺がさ、いくらセックスうまいよっつってもさ、セックス下手だよっつってもさ、どういうセックスするって言っても不可思議になる可能性が高いわけじゃん、うん、彼女綺麗だよ普通に、うん、32くらいに見える。俺も、まあ、年上かなとは思ったけど、30代かなとは思ってたけど、うん。綺麗だよね。35に見、うん、バレないと思う、全然。全然バレないと思う。美魔女だよね。でもこってこてのオタクだから、もう引きこもりだから、こってこての、うん、普通に綺麗だと思うよ。47、普通に綺麗だと思うよ、なんか。彼女にしたくてたまらない顔。いや、彼女だから。いや、彼女にしたくてたまらないじゃなくて、彼女だから。彼女は。のんたん彼女だから。俺の女だから。うん、まあ、年上だ合ってるね、俺は、うん。年上の方が気が楽。合成 CG とか妖怪人間ベラとか言いたい放題だな。彼女がセクロスをしたくてたまらない顔してるよ。そうなんですか。重度のメンヘラ顔とか。年下合わない。うん。みーちゃんが唯一の年下だったけど、合わない、ほんとに。だんだん可愛く見えてきた。可愛いよ、普通に。まあ、配信で見るのと実際見るの違うからね。うん、
俺は妻夫木さとしにしか見えないぞ。僕はリアルであったら小田切城か妻夫木さとしかどっちかしか言われないから、街中であれ小田切さんですかって、いや和道です、すいません、あ和道さんですかって。身長いくつ？身長153センチです。150ハーフじゃないよ、よく言われるよねハーフって、うん、どこで知り合ったの？リスナーだよ、さっきコメント打ってたじゃん、家から来たんだよ、うん、ちょっと近いんでね、うん、パーって来た、うん、また言われてる妖怪人間ブームベラって言われてたよさっきも、うん、あれブームってあれ水沢ありってこんな人、水沢アリーっていう人に似てんの、金持ってそうとか。あ確かに、でも金持ちオーラあるよ、水沢アリー。いくつがタケミエミタイプなんだ、水沢アリーって誰だろう、写真ないな、違うけど言いたいことは分からんでもないよね、うんうん、彼女は一人暮らしじゃないよ、一人暮らし、実家です、この人変なやきもちは、この人なら変なやきもちはないだろうね、配信の邪魔さえしなきゃ、配信の邪魔全然しないよ、応援しかしないよ、うん、闇は深いと思う。闇は深いと思うよ。でもそれも彼女の魅力だと思う。実家は新宿じゃないでしょ。うん。うん。飲みすぎて頭痛くてさ、今日。草間弥生の雰囲気持ってるよね。わかる、 目がずっと瞬きしないのが草間弥生っぽいよね。で、うん、わかる。あの柔道のメンヘラ感と。草間弥生のあの目力すごいよね。わかるかも。マイケル・ジャクソン。闇金を牛島くん読んでないからわかんないな、俺。読んだことある？あのドラマで、あなんかあのニコ生の公式で、うん、なんか全話放送とかして、それで見た。今もやってるかも。牛島君？うん。なんかあんまり好きじゃないんだよな、あの女が不幸になったりする話とか嫌いなんだよ俺。結構不幸を描いてるじゃんあれって、すげえ嫌なんだよね俺。いやそんな柔道じゃないと思うけど、柔道のメンヘラ感っていうか。うん、いや俺わかるよ、うん、あでもアート系の人だからそれわかる、うん、美術系の人は すっぴんの写真はさっき見せたじゃん、すっぴん見る、すっぴんは動画に上がってるかな、すっぴん 見たいなら出すよ、すっぴんはこれ、すっぴんはこれだね、すっぴんの方がお前ら受けは良さそうだよね、すっぴんと化粧したのどっちが可愛い、どっちが好き、うん、すっぴんはこんな感じ、うん、メンヘラ系呼び寄せる能力はニコ生ナンバーワン、俺メンヘラばっかりだもん、なんだろうね、なんでなんか逆に聞きたいもん、どっちもきつい、うん、中国人カップル、すっぴんの方が若い、うん、童顔だよ、じゃあ次枠で、うん、